日暮里駅は東京都荒川区西日暮里2丁目にある東日本両角鉄道、京成電鉄、東京都交通局の駅である。荒川区最南端の駅で一部は台東区にまたがる。なお、ホーム内に草会がある。JR 東日本の各線、京成電鉄の本線、東京都交通局の日暮里、トネリライナーの三車局の路線が乗り入れ、 接続駅となっている。また、JR 東日本の駅には、NPR のスリーレターコードが付与されている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東北本線と常磐線の二路線であり、東北本線を所属線としている。東北本線は、田端駅経由の本線と奥駅経由の支線との分岐駅となっているが、支線を経由する。 列車線で運行される、宇都宮線、高崎線列車はホームがなく、通過となり、本線経由の電車線で運行される景品、東北線電車及び、山手線電車のみが停車し、旅客案内では、東北線は使用されていない。一方、常磐線に関しては中距離電車及び、常磐線快速電車が停車する。当駅は、特定徳市内における、 東京都区内及び東京山手線内に属する。また、当駅からの京成電鉄の列車の一部は、芝山鉄道芝山鉄道線との直通運転を行っている。日暮里駅の事務官コードは44万1000となっている。日暮里駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成ガムテープ製の書体を使用した日暮里駅、乗り換え案内図 JR 東日本3面6線、京成電鉄3面2線、日暮里、舎人ライナー1面2線の、計7面10線のホームを持つ。京成下りホーム及び日暮里、舎人ライナーのホームが、高架ホームの他は全て地上ホームである。京上駅舎を有している。 改札は北改札口と南改札口の2カ所で、北改札口は東口と西口の2つの出口がある。また、当駅を起点として、日暮里、舎人ライナーが開通し、北口の駅前広場上空に木曽木駅に対して、直角に駅舎が設置されるとともに、先のコンコースを介して三社局の駅が連結された。これと、並行して JR。 京成とも、駅改良工事を施行したが、特に、京成側は、国土交通省の鉄道駅総合改善事業として、日暮里駅整備株式会社を事業主体とし駅の構造を変えてしまうほどの大規模な工事となり、その進捗によって、駅出入口、通路、階段、改札口などの変更が頻繁に行われ、駅構内では係員が常駐し、肉声や、 拡声器を使って利用客の案内、誘導を行っていた。東口では2007年6月頃からガムテープを使った案内表示がコンコース内外で展開されるようになった。これに伴い案内員も減り、スムーズに人が流れるようになった。なお、案内表示は手作業で制作した独自の書体を使用している。 この書体は以前の新宿駅改良工事で乗り換え案内テープを制作した際にも話題となったもので、公安車で当駅の警備担当者でもある佐藤周越の名前をとって周越隊と呼ばれている。JR 東日本と京成電鉄ではホーム番号を連番で設定している。開業日は JR が先であるが、本校ではホーム番号順に記す。 三面二線のホームを持ち、一階が地上にある上りホーム、二階がコンコース、三階が高架にある下りホームの3層構造である。橋上駅舎を有している駅長配置駅。改札口は北口と南口がある。その他、京成と JR の間には中間改札があり、校内乗り換えが可能である。 京成本線における都心のターミナル駅となっていて、スカイライナーを含むすべての列車が停車する。京成本線の本来のターミナルは、隣の京成上野駅だが、その位置が JR 東京地下鉄上野駅より、南西に離れており、当駅を利用する旅客は、京成上野駅より多い。そのため、京成電鉄は当駅を、京成上野駅と並ぶ。 ターミナル駅と位置づけている。京成電鉄最生端の駅である。2010年の成田スカイアクセスの開業に合わせて、JR 側と同時進行で、駅全体の改良工事も行われ、従来は、上り線下り線で共有していた1階ホームを、上り線専用ホームとし、下り線は新設の3階専用ホームへ移設して3層構造の駅となり、同時に南側にも、 改札口が新設された。さらに下り線は線路を挟んで左右に、スカイライナー、シティライナー、イブニングライナー用ホームと、一般列車用ホームを有する相対式2面一線ホームと、し、ライナー客と一般客が分離された。1階の上り線専用ホームは0番線となり、2階コンコースなども改装された。2018年2月には、始発より1.2番線で、 ホームドアが使用開始された。例番線においても2018年12月にホームドアが使用開始されている。以前はホームドアと列車の扉の開閉が連動せず、車掌がホームにある開閉ボタンを押してホームドアの開閉を操作していたが、現在は列車のドアに連動して自動開閉するシステムになっている。 昭和40年代までは当駅折り返しの列車も設定され引上げ線もあったが京成上野駅の改良工事竣工に伴い全列車が京成上野まで行くようになり設備は撤去された乗り場バリアフリー設備3面6線の島式ホームと線路また4本の通過線を持つ地上駅で京上駅舎を有する駅改良工事によって 北口コンコース周辺の駅上部に人工地盤が建設され、コンコースが大幅に拡幅された。これにより改札口や通路が広げられ、エスカレーターやエレベーターなどのバリアフリー設備も完備した。当初予定していた改良工事はこれで終了となるはずであったが、一つ上の寄りにある中央連絡通路までコンコースを広げることが決定し、今後、 新たな人工地盤の建設工事が開始される予定である。一時、2014年の JR のファクトシートで、日暮里駅開発の記載がなくなったものの、再び2016年6月に発表された、駅改良工事計画についてにて、駅改良を計画中の駅として、日暮里駅が記載された。当駅は利用者数に対して、ホーム幅が狭いため、 特に朝夕のラッシュ時は大変な混雑となる。出口や乗り換えのための通路が4本もあり、そこにつながる階段及びエスカレーターの数は、ホーム1本あたりで考えると、東京、上野、池袋、新宿などの他の主要駅より多い。2013年10月に、京成線下りホーム降下下により発生した、空きスペースを利用して、常磐線ホームの拡幅工事を実施した。 乗り場かつて、東北本線にもホームがあったが、太平洋戦争前の時点で停車する列車は、ほとんどなく、太平洋戦争後には全列車が通過となった。屋根もあったが、太平洋戦争中に、金属回収のため撤去された。その後も、列車ダイヤの乱れや多客時の臨時列車運転時には、当駅に臨時停車して客扱いすることもあったが、 東北新幹線の建設が決まると、1977年に、東駅付近で近入り口の線路用地確保のため、ホーム撤去を行い、線路を常番線寄りに移動した結果、5から8番線が欠番になった。なお、ホーム現存時代から現在まで、5番線は上野駅発着基準で、高架ホーム機の上り列車、6番線は地平ホーム機の上り列車、 7番線は、地平ホーム発の下り列車、8番線は、高架ホーム発の下り列車が使用しており、この複々線は、上野駅から、小久駅手前まで続いている。1975年頃までは主に、秋葉原貨物駅との連絡用に、上磐線ホームの三河島駅寄りから分岐して、田端三沢駅に至る単線の連絡線があった。 バリアフリー設備東端式ホーム一面二線を有する、高架駅。日暮里、舎人ライナーのほとんどの駅は、小久橋通り上にあるが、当駅は、駅前広場に隣接して、打線のホームとは直角に設置されている。また、駅を出て、すぐの場所に、半径30メートルの急カーブがある。日暮里、舎人ライナーでは、唯一の定期券売り場が設置されている。 改札口は2階と3階に2箇所、定期券売り場は2階に1箇所設置されている。乗り場バリアフリー設備各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。東口にある、大田道館の銅像駅の西側には、昔ながらの商店街、谷中銀座や谷中霊園がある。反対に、 駅の東側では、駅前再開発が行われている。南東側には、繊維問屋街がある。駅東口付近のバスターミナルには、大田道館の騎馬姿の銅像がある。かつては駅前に駄菓子問屋が集まった一角があったが、日暮里、舎人ライナーの乗り入れに伴う駅前再開発で、建設された、サンマークシティがあり。 山手線日暮里駅直結の3棟の高層マンション及び付属施設で構成され、3棟もに居住、商業施設が一体となっている。高市屋がステーションガーデンタワーに入店したほか、日暮里に本部を置くエドウィンも入店した。駅北側は短い区間ながら、JR 線の六福線と京成線の上り線の、計1 3線がほぼ同一平面で並走し、 日本最多の並走区間となっている。この区間では1日あたり、約2500本もの列車が通過する。並走の様子は、北口の古墙橋である下五院田橋から見ることができ、鉄道ファミや観光客に人気がある。橋にある見学用スペースを、荒川区役所などは、トレインミュージアムと呼んでいる。北改札口の西口駅舎には当駅を走る。 JR 車両のイラストが展示されていて、下五院電橋には列車を模したレリーフが飾られている。南口側は新幹線が地下に潜り、京成線が JR 線をまたぎ越すため五副線になる。東側駅前にあるロータリーに都営バスの路線が乗り入れている。停留所名は日暮里駅前である。日暮里駅周辺にはいくつか。 運賃計算の特例が設定されている。なお、はみ出して折り返せる区間での途中下車はできない。日暮里駅赤羽駅間については、経路特定区間となっており、小グ駅経由で乗車する場合にも王子駅経由で、運賃計算を行う。三河島駅日暮里駅西日暮里駅を含むような、形で乗車する場合には、日暮里駅東京駅間を折り返し乗車できる。 小グ駅と日暮里駅、うぐいすだ駅、三河島駅園、西日暮里駅園を行き来する場合、グリーン定期券以外では、日暮里上の間を折り返して乗車できる。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。